醤油を買いに来ました。めっちゃ米の匂いする。絶対美味しいやん。じゃん。醤油できます。で、麹パウダーとか。あ、すげえな。いるし。砂糖の代わりに粉麹を使うときに、いっぱい買いました。ここに買っとく砂糖の代わりにとか。発酵のプロが手掛けるチーズケーキを、伝統の地金沢大野から。あぶれてる。クリームブリュレを食べに来ました。クリームブリュレいただきたいと思います。多分めっちゃ美味しいと思います。いただきます。うわ、美味しいと思ったら絶対に僕の花だ。ということで、今日はあの発酵についてめっちゃ勉強してきました。で、醤油もいっぱい買いました。で、たまたま醤油が欲しくて、昨日の晩石川の方にあの大和醤油が有名だよっていう風に教えてもらって、今からちょっと顔はみします。だからその醤油を買いに来ました。もうちょっと引いて、もうちょっと下、もうちょっと下向いて、顔なんかいい感じになってる。二人でやれるぞ。すいません。これは笑顔ですかね。笑顔で。お互いの方を目見る。できる。すいません、こんなんが愛国の歌に言われててちょっとむくんでてぶっとくてすみません。光で照らされてる。ということで、今日は金沢の醤油に来ました。あげなあかんな、ちょっと待って。はい、ということで来ました。伝統を守っていくのも、醤油の伝統を守っていくのも、お味噌も守っていかないといけないなと思いました。今日勉強して。だから、あの発酵食品はすごく体にいいし、腸内環境も整えてくれるから、みんなも味噌と醤油食べましょうね。ということで、山口あきでした。バイバイ。